ダーが外目に持ち出して前へと迫ってきました。4コーナーをカーブ、直線コースに向かいます。バッターは13番のドゥボワゼル、追ってくる角馬ですが、12番のメガハートクイーン、さらには内から盛り返し、13番ドゥボワゼル、外から7番のシゲルブラウ、さらには2番のイリス・ファルコン、追い込んでくるがわずかに14番ルール。3番手横一線でようやく8番マイラクソリー、3番手まで上がってきていますが、3番手争いまで、前は2番ギターエンダー、6番ダーリントンホール、ダーリントンホールギターエンダー、上がって降臨、3着争いも接戦。100万馬券でまくり。5番のレガがゲートの中でうるさい仕草を見せて仰向けになってしまいました。5番のレガ、今スターターが降りました。発送が遅れます。もうしばらくお待ちください。小倉12レーススタート。スタートしました。まずスタート18番大勢レフィーノ、4コーナーへ向かいます。内は9番草ひばり、後方から2投目15番サマープラネット、1投遅れて最後方は4番タガノアレクシア、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。さあ先頭は今度は内、5番ソフィアバローズ、ソフィアバローズが先頭か、間からは11番のスターオブフォース、残り 100m になる、間からは13番のエールビフが今3番手、先頭は5番のソフィアバローズ、2番手11番スターオブフォース、5番のソフィアバローズ、ゴリ2番手11番スターオブフォース、その後23番エールビフ3番手でした。惜しい。1分10秒7。中間を通過、7番の名将ひとはるが先頭です。残り 400m を通過、10番のサマーエモーション2番手に上がりまして4コーナーを迎えます。あと内をつく3番マイネルポインター、外を回る1番サトノエスペランサ、4コーナーカーブから直線へ、先頭が頑張っている7番名将ひとはる、名将ひとはる間をついて追い込んできた9番そつなさ、そつなさ、内は3番のマイネルポインター、2頭の追い比べ、外からは1番のサトノエスペランサが3番手か、内3番マイネルポインター、マイネルポインターがわずかに出てゴール、外9番そつなさ2番手審議、今小倉競馬第4競争は審議と発表されました。審議が行われます。小倉4レースは審議となりました。3番9番10番で一応の点滅をしていますが審議となっています。
第1位に入選した3番マイネルポインターは最後の直線コースで外側に遮光し、9番そつなさの走行を妨害しました。その走行妨害がなければ被害馬は加害馬に先着できたと認めたため、3番マイネルポインターを第2着に降着とし、着順を変更の上確定いたします。1着と2着が入れ替わる形で確定となりました。1位入選3番のマイネルポインターは2着に降着、9番のそつなさが繰り上がって1着、9番3番10番の順で確定です。続いて4番バカラクイーン、残り 100m になった。内ら集い11番のクルークバール先頭です。そして2番手には外から8番ミッキースピリット、8番ミッキースピリットが並んでかわして捉えてゴール。内外若干離れての追い比べ、そして外に持ち出していったアークロイヤル、連れてジューンバラード足を伸ばしてくる、間を突くようにスルスルと8番のアトミカが今3番手から前に接近できるか。さあ前の争いですが、7番のマイエンフェルトゴリ振り切り、5番のシュリが並びかけて追い比べに落ち込んで、そしてその後3番手の位置から8番のマイネル・ウィルトスが今2番手に上がりました。追い比べから抜けたのは5番のシュリ、2番手8番のマイネル・ウィルトス、3番手9番のマリノ・ジュリア、先頭はシュリ・ゴーリン、シュリ勝ちました。そして2番手は金星です。そしてその外からムチが入って3アンティモニー、大きく最後方置かれているのが16番の北から来た娘、第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいります。ここで先頭10番のワンダーカタリナが立ちました。ワンダーカタリナが先頭、そして 2,3 番手集団ずらっと広がった中、大外から14番の西のストームが足を伸ばし始めた。そして間をつくように食い下がる8番のジュニパーベリーだが、今度は外から抜けた14番西のストーム、一馬身とリードを取った 2,3 番手争い接戦、14番の西のストームゴリ争いどうでしょうか。最後8番のジュニパーベリーよく伸びていますが、うち応戦するように10番のワンダーカタリナ、この2頭で2番。かわして捉えに行きました。連れて外から上がってくるのが8番のアンノートルです。そしてこれをめがけてさらに外から12番のドームなど前に接近する構え、そして間をつくようにはさあベロックスが前に接近する、第4コーナーカーブからさあ直線コースへと向かいました。先頭はジダンボー、ジダンボーが先頭だが外をつきましてはグイグイとさあドームが接近してくる、そしてさらに外からは2番のカデナ、外から2番のカデナ、さあカデナが捉えて先頭に変わった、うち応戦するようにさあ12番のドーム、そしてジダンボー、しかし先頭は2番のカデナだ、カデナゴール、カデナ勝ちました。ガッツポーズ、亀島勝馬初の重賞制覇は地元九州小倉競馬場小倉大賞典です。そして2番手ですが12番のドーム、あるいは13番の次男坊、この辺りで争われています。あとは4番のレイフォーロマンス以下、直線コースへと向かってまいりました。今度は外からシャイニーゲールが先頭に立ちました。シャイニーゲールが堂々と先頭に立ちました。2番手名将上島粘っていますが、外をつきましては2番の平木メルローが伸びて今3番手からこの2番手争いで一角加わってくる。しかし盛り返すように4番の名将上島前に接近するが、大外をつきましては11番の佐藤シャーと追い込んでくる、先頭は接近12番のさあどうやら優勢平木メルローが2番手、その3番手の争いですが内外離れました。11番の佐藤シャー、そして内4番の名将上島、2番手3番手、2番手は2番の平牧メルローですがすんなり上がりました。1着12番のシャイニーゲールです。2着は2番の平牧メルロー、3着は11番のサトノシャーク、そして4着は4番名将上島、5着10番のゼーゲンで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますまでお手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。